今回のテーマは大谷翔平選手について切っていただこうかと思っているんですが大谷選手はどう映ってますか、ボンドさんの目には。大谷切る余地の全くないですよ。全くない。いや、いいですね。いやいや、俺あの WBC で一緒にやったし、はい、でアメリカでもキャンプ一緒に行ったし、今でも帰ってくると電話したりしてるし、で俺聞いたの、あのお前休みの時何やってんのって言ったら、やることないから練習してます。で練習して疲れたら本読んだりテレビ見たりして飯食ってまた練習します。で疲れたら本読むかテレビ見るかで寝る。だから練習して食うて休んで練習して、1日3回ぐらい練習してんじゃない、あの午前午後と夜と、うん、まあこれはね火の打ち所のない、うん、あ切るポイントはゼロですか。どこを切ればいい。ごめんなさい、僕も浮かばないです。僕も浮かばないです。それぐらいもうね、この選手はすごい。やっぱね、やっぱ野茂、はい、大谷、うん、で次村上がやっぱりすごくなるかもわからんね。あね、でゴルフで言ったら松山英樹、はい、やっぱこの4人が、まあ、村上はまだ日本にいるけど、やっぱ野茂と大谷と松山英樹、これはやっぱ世界に通用する別格だね、うん、やっぱ野茂の後を追っかけて大谷は行ったわけだから、うん、その後はやっぱりおそらくあいつも追っかけていくだろうけど、村上選手面白い、うん、まだあれ日本にいるからね、はい、しかし敵ながら恐ろしいなあの男はそうです ね、 ね、3年はいます、ね、あの名古屋ドームでさ、あのみんなが広いっつって、名古屋ドームは広いから長打が出ないって、中日が62、3本年間打ってるのに、あいつ56本ホームラン打ってるわけだから、はい、そうですね、名古屋ドームでもあっちへ打つわこっちへ打つわもう関係ないもんな、ね、バックスクリーンもうすぐ横にダーン。だけどやっぱプロ野球っていうのはあれぞプロ野球だね。もう、まあ、中日の選手もあれにはもう失礼しました、だけどちょっと私なら違う味で対抗しますっていうのが欲しいね。みんなおとなしい選手で一生懸命やってるのはね、でもまだ学生野球かその辺までですよ。プロはやっぱり自分の命かけて生活かけてるわけだから、それは欲しいね。まあ、その今先ほど名前出ました野茂選手ですとか大谷選手ですとか、こう近藤さんご存知の方々共通してこういうところだからやっぱり世界で戦えるみたいなありますか。やっぱね、みんな共通してるのは人の見てないところで練習してる。あ、ね、松山英樹の終わったらじーっとみんなでパターの練習とかアプローチずーっとやってるもん毎日。で野茂でも人のいないとこで一部やってるから、まあ恐ろしいですよ。やっぱりこう人のいないところっていうのが、あのね、言うんだけど教えてまくなるような選手はプロに入ってこないの。みんなね、高校の監督とか中学の監督、大学の監督が教えたって言うけどね、それ他の人は教えてるけど、プロに入ってくるような選手はね、別格で自分でやって上手くなってくるわけ。で今度はましてプロに入ったら、今度は監督コーチに教えてもらうんじゃなくて、自分でどうやって自分の長所をどうやって生かして戦いに負けないようにやるか、ただそれだけです。もうプロは戦いの場ですから、まあ、だから給料の差も出てくるわけじゃん。サラリーマンと違ってさ、大体こうやっていくわけじゃないもん。そうですね、片やこれより下がってこっちは、はい、こういきますからね。なるほどなるほど。ちなみにその大谷選手振り返っていきますと、まずこう高校卒業して二刀流という、まあ、前例のないところでスタートしていた、うん、その当時はそれをやっぱりね、あの
日ハムっていう球団も立派だと思うんだけど、うん、それをやっぱり容認して取ってきて、その通りやらして、うん、でアメリカに送り出したわけじゃん、はい、ね、二刀流でスタートっていう時は権藤さん、おう、いけるのか、アリゾナであったよ、はい、で生意気なことを言うようだけど、あのな、お前打つ時には低めは打て、それから投げる時には高めに投げろって、あのメジャーの速い高いのは私 WBC で向こうのピッチャーと勝負を見たから、向こうのやつの高めはもうすごいから、でお前も高めは打つな、その代わり投げる時には高めに投げると、お前の角度もあるし速さもあるから高めに投げろと言ったら、はいとは言って聞いてたけど、シーズン始まっちゃったら高い球ボコボコホームラン打つもんね。ね、もうあいつの恐ろしいのはね、村上でもそうだけど、どこにも入る。高め宇宙間に打つ、うん、この低いの球に来たら弾丸ライナーでライトに入るけど、高めをねやっぱ引っ張ろうとしたら難しいけど、左中間にやっぱり放り込むから、やっぱあれは努力もすごいけど、持ってる、まああれだけ努力するから持ってるものがあそこまで伸びるんだけどね、まあどこまで伸びていくか分からんぐらい、やっぱりこうひたむきな練習が、まあ、あいつ壁にぶち当たることがあるのかなと思ってるわけ。バッティングのスランプとかピッチングスランプとかあるのかなと思うぐらい、もうほんと前向きだから、まあ、本当恐ろしい、スケールのでかい恐ろしさです。まあ、毎年こう戻ってこられた時に電話するというお話ありましたけど、こうどんなお話をされてるんですか？いや普通です。普通で、あ、出るともう俺はそんなしょっちゅうはしないの。はい、まあ、帰ってきたらお疲れって言うだけで、たら電話するとかかってきて、すいません今お風呂に入ってましたって。俺ちょっと飲むに代わる横にいるからっつって。はい、ですごい飲むと二人喋ってて、なんかこう、いや知らんよ、それはどうしよう、飲むも何も言わないし向こうも何も言わないし、お前たち何喋ったなって、そんなこと言うわけないんじゃないか。今野さん、こう野球の話されるんですか、それとも今何してるとかそんな感じなんですか？あのね、よかったね、すごいわお前は、はい、近寄りがたくなった、なんか電話もしづらくなったっていうぐらい、これが俺の褒め言葉、あいつに対する。で、いえいえそんなことありません。あ、今度名古屋でやるじゃないか。あ、はい、うん、ではその時に会おうっつって言って。あ、なるほど、それが一番最近お話された、うん、12月の何日かな。あ、そう、本当に最近ですね。野茂ベースボールクラブに行ってる時に。なるほど、なるほど。じゃあそういう時ももう大谷選手から近藤さんのところに連絡来る、そういう、まあ、何でしょう、豆で。いや豆っていうか、かけて俺は入ってましたって返事が返ってくる。だから俺はしつこくそれからまたかけたりはしないから、はい、俺だから日本に帰ってきて1回しかかけてないし、なあれだけの大物になって、そうしょっちゅうしょっちゅう電話かけたら申し訳ないと思うからかけないの。向こうも分かってるから、俺かけたらちゃんとかけ直してくる。どうなんでしょう、未来というかここから先というのは、ゴンさん分からんけど、だから言ったよ、末恐ろしいよ。あれだけやっぱ練習やったらスランプもないんじゃないかと思うぐらい、やっぱあのひたむきな努力っていうのは、それも人の見てないところで努力するっていうのはやっぱすごい。ピッチャーとしてはゴンさんどこがこうすごいと思います？もちろん全部なんでしょう、まあ、俺に聞かなくても分かるだろう。160キロ超えて、はい、160キロ超えてスプリットあって、どこがすごいですかって言って見てりゃ分かるじゃん。いや特にこう権藤さんの光ってたところ、いやいやもうすごい。あの一回電話したことあるんだけど、アメリカにね、あの良くなったよ、肘の上がり方が良くなった、ちょっと今までちょっと外れ気味だったけど、パッとあのゴールポストポジションってこの90度のとこに肘が上がってるし、あこれであのボールがバラバラバラつかなくなった、良くなったっていう話は一回アメリカには電話したの。なるほど。その後はしないよ。いやいやいや、シーズン中1回だけ
良くなった、なんで良くなったかしたら肘の上がりが良くなったって言って電話をした。いやいや、じゃあ権藤さんのお言葉が、いやいや、それはどうかわからんって言うじゃないか、みんなそういうのはね、俺が教えたんで、俺の話を聞いて、まあそうかと思った、まあ安心はしたろうけど、まあただそれだけだ。いやいや、でもその安心感が大きいですよ。なるほど、まあそんなもんだね、今日はこの辺まで。はい、ということでありがとうございました。大谷選手についてももう切る要素なしということで、これからも本当に楽しみに見ていきたいなと思います。ありがとうございました。